シングルボードコンピュータの代表格、ラズベリーパイ4アダプテバパラレラ。シングルボードコンピュータとは、剥き出しの1枚のプリント基板の上に、必要なものに絞った CPU と、周辺部品、入出力インターフェースとコネクタを付けただけの極めて、簡素なコンピュータである。おおよそ、小型、低価格、低消費電力である。CPU は、メインストリームのマイクロプロセッサよりも、 マイクロコントローラーないし、ソックと呼ばれるような必要な周辺機能の多くが一緒に入っているチップである場合が多い。物自体としてはワンボードマイコンとほとんど同じものであるが、ワンボードマイコンがもっぱら評価用や組み込みシステム開発用であるのに対し、メインストリームのパソコンと比較して低めの性能相応の手頃な廉価でありながら、 主として Linux を採用し、軽量プログラミング言語が利用でき、グラフィカルユーザーインタフェースが使え、ウェブブラウザなどが動作したりといった日常的なパソコンの用途に実用的に使えると同時に g u p i などを備え、高性能、高機能なワンボードマイコンとしての利用も可能である、といった商品カテゴリのコンピュータである。近年では、組み込みウェブサーバーをはじめ、高精細画像処理や、 産業用制御システムなど AI や IoT にも使用されている。今日、シングルボードコンピュータと呼ばれているようなコンセプトの商品が出始めたのは 200X 年代後半であり、2008年にビガルボードが登場している。登場の背景には、アプライアンスやプラグコンピュータ、スマートフォンやタブレット、あるいはアルプックなど、従来のパソコンの次となるようなコンピュータの 発展という機運と、ブロードコムなど、アーム搭載チップメーカーの戦略があるを経て、ブロードコムから入手する必要がある。シングルボードコンピュータが広く認知されるようになったのは、2012年登場のラズベリーパイの大ヒットによる。ラズベリーパイは2014年6月までに300万セットを販売したと発表している。 インテルからも、ウェアラブルコンピュータ開発用という名目を付けながらも、2013年10月に、インテルガリレオ、2014年9月に、インテルエジソンがリリースされた。また、アダプテバパラレラは高性能をアピールポイントとするなど、コンピュータの新しいカテゴリーと言えるが、放産も始まっている。ありがとうございます。